あんたたち何をする気なの？言った通り開門を抜けるのさ。手伝わない奴にはこれ以上言えないね。できるの？副長ならやってくれる。ずいぶん信頼してるんだな。あいつは精霊だろ。そんなの関係ない。副長はうちの船長が認めた男なんだ。あんたたちなら海峡を避けて航海できるでしょ。今は無理だ。前の襲撃で仲間と羅針盤をやられちまったからな。羅針盤？何より俺たちは海賊だ。行く手を塞がれたからって引き下がれるかよ。それが海賊か。即顺便问一下，你哋个副船长系咪有一位妹妹啊？其实啊，你嗰位妹妹系咪担住把伞，跟住又系金色头发？因为好奇八卦下，有冇人可以解答一下呢个问题啊？五法拳击获胜，好啦。冇咩特别对话。無念じゃが、わしには航海も戦いも手伝え、見守ることしかしたくないんじゃ。でしょうね。ダイル、ボーティガンの開門ってのはそれほどのものなのか？警備艦隊付きの大要塞だ。何よりでっけえ門がついててな。あれを閉じられたら戦艦だって突破は無理だ。海峡を避けて王都へ行く航路は？あるにはあるが、外洋を大回りすることになる。無理に進んでも遭難するだけだ。利害は一致してる。海賊たちと手を組むしかなさそうね。まあな、進むも破滅、引くのも無理なら抜け道にかけるしかあるまいって。手伝う気ないくせに。当然の。あの精霊はただものじゃない。まだ力を隠している気がするが。ボウも同じ精霊じゃろ。何かわからんか？思惑があるのはお互い様よ。とにかくあいつを追う。言っても無駄だろうが、アイフリード海賊団には関わらない方がいいぜ。アイフリードって言えばどんな船乗りもビビる最強最悪の海賊だ。ゴーマのくせに情けないこと言うわね。ゴーマだって怖いもんは怖い。アイフリードってやつはそんなに強いのか？そりゃもう傍若無人の喧嘩して人間なのに鬼のように強えって噂だ。仲間も命知らずの暴れん坊揃いでな。事実王国海軍を何度も返り討ちにしている。それに奴らのバンエルティア号、異大陸まで航海したっていう伝説の船なんだぜ。おお、なかなか骨のある奴らみたいだな。それにしてもやたら詳しいわね。まあな、アイフリード海賊団の自由奔放さは海の男の憧れでもあるっつうか、なんつうか。ふーん、別にいいだろう。憧れにゴーマも人間もトカゲも関係ねえし。海上蜥蜴啊，我理解你的，我理解你的，你自己都是航海，向往啲航海人士啊，冇咩唔合理啊。好啦。哇，这个洞穴挺漂亮的。海賊を信じる気になったか？まさか。けど要塞を抜けた後、
王都まで船と船員を貸してくれるなら協力してもいい。いいだろう。が、こっちも一つ言っておくことがある。俺は周囲に不幸をもたらす死神の呪いにかかっている。千回振っても裏しか出ないほどの悪運だ。要塞を抜けようとした時も五人犠牲が出た。同行すれば何が起こるかわからんぞ。なぜそんな不利な情報を教えるの？ゴーマも理不尽に死にたくはないだろう。知った上で来るなら自己責任ということだ。どうでもいいわ。裏なら自力で表にひっくり返すだけよ。名は？ベルベット。これは2号。うん、俺は六郎。よろしくね。アイゼンだ。要塞を攻略する策があるんでしょ？聞かせて。結論から言えば、ボーティガンの守備は鉄壁だ。海から攻めても陸から攻めても落とせない。おいおい。いや、なら同時に攻めれば。うん、そうだ。まずバンエルティア号で攻撃をかけ、警備艦隊を海峡から引きずり出す。その隙に俺たちは要塞に侵入し開門を開く。バンエルティア号は艦隊を振り切って海峡に再突入。俺たちを拾って駆け抜ける。一つ間違えれば全滅だな。けど間違えなければ勝ち目はある。死神同伴でか。作戦はもう始まっている。行くぞ。要塞の入り口は洞窟を抜けた先だ。哇，加入埋队伍添啊！我记起佢妹妹叫咩名啊？佢妹妹叫艾多娜 ，Edna， 系啊，冇记错的话。猛龙爆焰啊！佢发出好似翼龙般嘅烈焰啊！啊靠，难怪你之后直情变埋做条龙添啦！啊，自己本身已经识啲咁嘅招噶啦。即原来一千年前佢仲做紧队友嘅，一千年后去到 T.O. set 嗰阵时就已经变咗做条龙啦。依家动画讲就话好似话受咗太多污染啊，唔知啲咩污染，跟住就变咗做条龙啊。但系喺 T.O. set 入面，龙系象征一啲唔好嘅嘢啊，即系佢唔似命运传说咁样啊。命运传说入面啲龙啊，其实就交通工具嚟嘅，即系等于我哋现代人嘅飞机咁样啊。有啲飛行龍啊，將你可以運去其他地方啊，即係遠距離移動嘅一啲工具、交通工具咁樣。熱情傳說 T.O. set 入面嗰啲龍係象徵一啲類似災難嘅災禍啊之類嗰啲咁樣嘅嘢。總之就係一啲唔好嘅嘢，又會破壞城鎮啊咁樣啊，係啦。無手かと思いきや、すでに狂気だな。お前の切り札はいつ見せてくれるんだ。你指佢嗰把刀啊，佢把刀装饰噶咋？啊，即系估唔到一千年前我哋就用哥哥啊，跟住一千年后啊，去到热情传说嗰阵时啊，跟住就用佢妹妹啊。啊，话时话呢只 game 好似系冇命中率计噶，佢能力值嗰度得攻击力、术攻。跟住防御力、術防，跟住集中力，已經省略咗好多數值啦。已經即係以前《命運傳說二》嗰陣時都仲係有好多數值嘅，攻擊力、防御力、術攻、術防，命中啊、迴避啊，跟住嗰個叫咩啊？SP 回復、SP 輕減、TP 回復、TP 輕減。跟住就有嗰个叫咏唱速度啊，
总之就一大扎嘅，基本上成页满晒咁滞啲数值。依家直情系省略到攻防、攻击、防御啊，跟住魔法攻击、魔法防御，跟住集中冇啦。正常命中回避呢啲都应该要有噶嘛，都算系基本噶嘛。但系其实你个集中力啊包埋咧，即系话唔定今集咧可以睇到阿哥哥啊。即是艾杰恩啊，话唔定可以见到佢点样被人污染到变咗做龙啊，可能会有翻呢段剧情啊，都话唔定。依家咁样反而搞到我有啲想翻去玩翻 Tool Set 啊，想去补翻个剧情佢啊。哎呀，嘛睇下玩完呢集之后再睇下点样先啦。同埋佢呢集又神奇地明明同 Tool Set 系有关联嘅，但系又唔叫 Tool Set 二喎。以往都有啲作品系有出过续作《命运传说一》《命运传说二》，跟住只《交响曲传说》又系啊 Tool S， 跟住后期嗰个作品叫 Tool SR 啊，跟住 Tool X、Tool X 二啊。反而呢一只就分开两个名啊 ，Tool Set、Tool B 啊。即是可能官方自己都不好意思啊，因为 Tool Set 真的搞太大件事啊，今次不再敢用翻同一个名啊，所以就系咯，叫 Tool B 啊，即使系有关联嘅都不用同一个名啊，我谂应该就系咁啊。すごいつた、絡み合ってちぎれない。携帯用の着火剤がある。これで燃やせ。こんなところで火を使って平気？普通は平気じゃない。だが、俺たちはゴーマと精霊だ。ああ、普通じゃなかったわね。ああ、即好似攞正牌做坏事咁样啊？因为我哋就系罪犯啊，我哋做坏事系好合理嘅。その力、興味があるな。人に勧める気はないわ。まあ、算是一段比較特別的對話。哇，一下子俾咁多我哋，話唔定應該附近有個寶箱喎，如果係咁。少年、随分おとなしいな。具合でも悪いんじゃないのか？もともとこうよ、2号は。やめろよ。2号なんてかわいそうだろ。あんたの名前の意味は？兄弟の6番目で、六郎だが。それと同じよ。同じじゃないだろ。あ。大丈夫か、少年。なんで声を上げないの。気づくのが遅れてたら死んでたわよ。命令だから口を聞くなって。あれは違う。あんたはなんでそんな。落ち着け、ベルベット。お前、大魔師に刺激されていたのか。やはりそうか。こいつは意志を封じられているんだ。本来精霊は人間と同じ心を持つ存在だ。だが大魔師どもは強制的に精霊の意志を封じ込めている。道具として使うためにな。ずっとこのままなの？わからん。大魔師の配下から脱した精霊は初めて見た。少年、困ったことがあったら言っていいんだぞ。困ったこと。睇嚟啲对魔士都唔系啲咩好东西啊！我就中意佢使用幻境嘅呢一点啊！冇绝对嘅善，冇绝对嘅恶啊！
即俾人一种更加真实嘅感觉啊，咁样睇上去好似系正义嘅一方，但都有邪恶嘅一面啊。跟住表面上系邪恶嘅一方，但系都有佢哋自己嘅正义啊。大魔師が精霊の意志を封じてるって言ってたよな。ああ。本来は人間同様、それぞれが自我を持つ存在として、ずっとこの地で生きてきた。俺たちの存在を知覚できるのは、大魔師のように霊能力が強い一部の人間だけだったが。あの降臨の日で変わったんだな。精霊は波の人間たちにも見えるようになり、意志を奪われ、命令通りに動く道具にされた。ゴーマに対抗する術を得たと人間どもは喜び、アルトリウスの奇跡だと称えたが、精霊はものじゃない。精霊はものじゃない。ものよ。アルトリウスにとっては精霊もゴーマも人間もみんな五体操な断りを実現するための道具でしかない。ものにしか見えないのよ。啊，果然啊！人乜桥都冇，顶佢个肺！前面佢俾咁多嗰啲猫云，你都估到会有个宝箱喺附近噶啦，就好似打大佬之前会系咁俾啲宝品你一样啊！依家啲遊戲已經係友善到咧，你估到佢之後會發生啲咩劇情咁滯嘅咧，太友善啦！咦？前面條友好熟口熟面下喎。トータス、トータス。亀のゴーマ。いいえ、ゴーマじゃないっすよ。オイラはホワイトカメニーっす。驚かせてしまって恐縮っす。ゴーマじゃないなら精霊か？いえ、カメ人はカメ人っす。もろもろのご不信はごもっともっすが、これ以上の追求はどうかご勘弁いただきたいっす。おう、これはご丁寧に。恐縮っす。カメ人一族は、やり手の旅商人。俺たちのような裏稼業には、何かと重宝する存在だ。行商人か。役に立ちそうね。はいっす。お客様の笑顔が第一。それがホワイト紙屋のモットーっす。ただ場所が場所だけにお値段は少々お高めになってしまうっすが。いやよ、負けて。あ、誠に申し訳ないっすが、辺境の商売は何かと手間賃がかかりまして。それはそっちの都合でしょ。う、確かにそうっすが。素直に認めたわね。じゃあ通常価格で手を打ってあげるわ。感謝の印にお客様の笑顔ってやつをやっとくか。に恐縮っす。呢个应该系 TOG 入面嗰个啊，那个贵人啊，那个贵商人啊，我唔知道其他作品有冇啦。即系我玩嗰个作品入面，我就系喺 TOG 入面见过佢啊！即系嗰只美德传说啊！即系可能官方觉得以前用啲普通人嚟做商人嘅话，你喺城镇就合理啫。但你普通一个人唔会走嚟呢啲充满怪物嘅迷宫入面走去卖嘢俾人噶嘛？可能觉得咁样唔合理啊，所以就整咗一个贵商人咁样嘅角色啊，一个特别嘅商人啊！我记咗 TOG 去到后期隐藏迷宫，仲有个 boss 打嘅，又系打翻佢，打一只黑化嘅龟伤人啊。OK 啦，就咁啦。诶，同埋 TOG 嗰阵时啲伤人咧，冇记错好似系橙色嘅，跟住玩到咁上下，去到后期仲有一坐佢部龟车啊，即系帮你直接响某个城镇传送到去另一个城镇。即睇嚟今集应该都会有啊，不过要去到后期先啊，系啦，即首先你要行过个城镇先啦，当然，好啦，走啦。
すごい値切り方だったな、ベルベット。当たり前の交渉よ。食い殺して品を奪うよりマシでしょ。お前、死神より恐ろしいな。仮面人。あんな変な奴がいるなんて世界は広いよな、少年。あっちも俺たちを見て同じことを思ってるだろうさ。ゴーマと精霊と死神のご一行か。でしょうね。見翻啲老面口，真系我自己都有啲惊喜啊！仮面人ってなんだ？名前の通り仮面人だ。だから何なんだ？仮面人は仮面人だ。行商が得意な種族だと考えればいい。まあ、ウミガメみたいな甲羅を背負ってたし、名は体を表すってやつか。俺は6番目で六郎だしな。僕は2番目の私役精霊だから2号。それは名前じゃない、ただの称号だ。いい加減少年にも名前をつけてやらんとな。僕の名前。唔知系咪官方自己都谂唔到解释咧，即系个鬼人嗰、那个，诶，总之就啊，总之就叫鬼人啦、啊，你净系知道佢系行商就得噶啦。俺の勝ちだな。所谓嘅呢、这个 GLADE 啊，类似战斗评价分数啊，战斗方式越碎器获得分数越高啊，即前头点数啦，诶，好耐之前已经有啦，冇记错，应该 TOD 二啊，即 PS 2第一款作品嗰阵时已经有啦。乜主要作用就系一路累积咯，累积累积，玩到最尾爆机之后，然后你二周目咧就可以用呢点数嚟买一啲奖励啊，买啲经验值两倍啊，金钱两倍啊。跟住一出嚟就有晒你之前学过嘅所有招式啊，跟住啲招式嘅熟练度又可以保留翻咁样，直接打二周目啊！即主要系等你二周目玩得轻松啲啊，玩得爽快啲咁样啊！有好多唔同嘅嘢买，每一集都唔同嘅，呢、這个都可以话系一个传统嘢嚟噶啦。アイフリード海賊団の副長は妙な弦を担ぐのね。癖みたいなものだ。どうせ裏しか出ない。その金貨ってどこの国のものなんだ？表は女神、裏は死神なんてのは初めて見た。裏側は厳密には死神じゃない。これは魔王ダオスだ。なんかどっかで聞いたような名前だな。女神マーテルと魔王ダオス、ラグナロック第765章ユグドラシル戦記より。ほう、よく知っているな。これは異国の古代遺跡から発掘されたカーラン金貨と呼ばれる貨幣だ。柔らかい金でできているが、特殊な加工で高度が高められていて傷がつきにくい。へえ、ずいぶん珍しいものなんだな。あんた本が好きなの？好き？テレサ様の部屋にたくさん本があって、僕はいつも本を読んでいた。ラグナロックは神話時代の戦記で何回も読んだ。それにしてもそんな珍しいコインどこで手に入れたの？話せば長くなるが。ならいい。ちなみにさっきはコインで何を決めたんだ？今話すようなことでもない。そうか、余計な詮索だったな。讲起上嚟，达奥斯呢个名咧，好似都系初代幻想传说最终 boss 个名。佢又系叫做魔王达奥斯，可以算系传说系列史上最悲惨嘅最终 boss 之一嚟嘅。即如果你有睇过幻想传说嗰段剧情的话。
布鲁拿黑台地。我、哦、已经见到嗰座城门啦。呢度系啊，呢度呢度系啊。這裡警備がいないな。押してみるか。待て。調べた状況と違う。結界が張られてるのか。警備を変えやがったな。なるほどね。さっきのサソリやこの結界が死神の不幸ってわけか。この程度で済めばいいんだがな。正面突破は難しいな。どう攻める？崖を降りた先に検察陣に使われた搬入口があるはずだ。そっちを探る。よく調べたわね。この程度は当然だ。依家要行呢边啊，但我又偏唔行，行啊后面啊，去后面睇啊。喂，我佢闪出嚟咁啊，好似。果然系唔准行啊！好啦，上幻境入面有两个套监咧，我可以话系最花时间去搞嘅，但系亦都满足呢啲对收集要素有兴趣嘅人。一个就系、是怪物套监，要你打晒成只 game 嘅敌人啊，包括隐藏 boss 啊。另一个就系道具套监啊，将成只 game 嘅所有道具都要收集晒，包括呢个隐藏武器啊、隐藏道具之类嗰啲啊，应该如无意外，今集都应该会有嘅。啊，敌人笔记啊，啊装备套监啊，啊就系呢两个啊，怪物套监啊，道具套监啊，系呢啲啊，打过个敌人会全部记录晒喺度啊，收集要素之一嚟噶，真系。啊，跟住装备套监啊，你买过嘅装备都会喺晒度啊，有记录。即系如无意外，应该如果要攞白金奖杯嘅话，应该有两个奖杯就系要你收集晒所有嘢啊！一个就系呢个收集晒 100%， 即系装备套监；一个就系怪物套监。即系如无意外嘅话，我觉得会有啊，两个奖杯啊！即系我玩过咁多集入面，未试过有一集系可以收集晒所有道具同埋所有敌人嘅，未试过。こっちには警備がいるな。つまり結界はないってことね。行こうよ。ダメ、その人は。気をつけろ、そいつは。逃がすかよ。いきなりゴーマになりやがった。睇下兽人地属性奥义非常弱。どういう風よ。だから言っただろ。効果的ゼイヤー危険連射。ここだ。食らい尽くせゼイヤー。これはもう知らせよ。ゼロリバウンド。警備がゴーマ病にかかってるとはな。これも死神の力か。まあな。けど突っ込んでたら危なかった。止めてくれて助かったわ。俺じゃない、気づいたのはこいつだ。これからもしっかり警戒頼むわよ。死神が一緒なんだから。喋ってもいいってことだよ。警戒はしっかり。好啦，睇下手刮埋呢个附近先。哇，有怪添喎，原来都。啊，睇下今集
简唔简单啦、啊？如果咁就简单嘅话，或者会收集埋个图鉴佢。但以前嗰啲就真系好难，尤其是初代嗰阵时啲随机遇怪嗰啲啊，你要走去遇某只敌人，真系你要可能要遇十几次先遇到佢啊！系咁喺个地图度系咁拆，系咁拆，系啊，佢随机生成啊嘛，因为嗰阵时。好啦，报个传先啦。